はい、今日私は読谷村比謝にあるこちらのお店へお邪魔しています。まずは自己紹介をお願いいたします。2022年5月にオープンしました沖縄タコスククルルの岸本と申します。二橋と申します。はい、岸本さん、二橋さん、今日はよろしくお願いいたします。さあ、昨年の5月にオープンしたということですが、タコスククルルさん、場所はどちらにありますか？読谷村比謝オーアンシティの近くです。はい、オーアンシティのすぐ近くに位置しています。早速ですが、メニューのご紹介をお願いいたします。はい、沖縄ではメジャーなひき肉を使用した、ミートのタコスだけではなく、スパイスが香るチキンがたっぷり入ったタコスもあり、常連さんが飽きのこないように他のメニューもたくさんご用意してます。はい、名前の通りタコス、タコライスのメニューを豊富に取り揃えているということです。それ以外にもメニューがいくつかあるんですよね。はい、そうですね、タコス、タコライス以外にも11種類の、ね、スパイスを使ったチキンオーバーライスというのを、ね、おすすめしております。中でもこのチキンオーバーライスがタコスに加えて当店の一押しなんですか？はい、そうですね、子供から大人とお年寄りも含めてですね、皆さんからの人気をいただいております。ありがとうございます。そんなタコス、そしてタコライスをはじめとした美味しいメニューが盛りだくさんなタコスククルルさんですが、この店名の由来はあるんですか？店名の由来は、料理は心で、お客様とも心でつながりたいということで、沖縄言葉のククルルって心でという意味で名付けました。はい、沖縄の方言で心というのをククルというのですが、そのことにちなんでククルルという名前にしたそうです。店名にも料理にも思いがこもっていますね。さあ、そもそも読谷村でオープンしたきっかけは何かあったんですか？こちらの店長さん、沖縄本店の店長さんのお母様が、読谷村祖母の出身で、一緒に読谷村を盛り上げていきたいということで読谷でオープンさせていただきました。いや、読谷村を盛り上げたい、私たちにとってもとても嬉しいことですね。こちらテイクアウトのみの販売になるんでしょうか？はい、そうですね、テイクアウト専門でやらせていただいております。ありがとうございます。そうしましたら、お店の営業時間と定休日を教えてください。はい、11時半オープンで8時までの営業となり、定休日は月曜日となっており、休日の場合は翌日の火曜日が振り替えになっておりますが、すべて手作りのためですね、8時前にも終了してしまうことありますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらお電話でも事前に予約とかできたりするんですか？電話注文も受けたまわっております。ありがとうございます。そうしましたら、最後にリスナーの皆さんへ一言 PR をお願いいたします。はい、基本テイクアウトとなっておりますけれども、ご希望によっては椅子やテーブルもご提供してありますので、よろしくお願いいたします。はい、今日は読谷村比謝にございますタコスククルルさんにお邪魔しました。皆さん、ぜひ足をお運びください。以上、夕刊 TV キャスターの大城ほのかでした。